北海道炭鉱鉄道37,150型は、かつて日本国有鉄道の前身である鉄道院に在籍した蒸気機関車である。元は北海道炭鉱鉄道が1895年に自社の手宮工場で一両を製造し、1906年に制定された鉄道国有法により間接鉄道に編入されたものである。 関節鉄道の神戸工場で1893年に製造された860型に次ぐ日本における国産第2号機関車であり、現存する最古の国産機関車として知られる。北海道炭鉱鉄道では H 型、後に戸型と称した。完成時に日本が日清戦争に勝ったことを記念して大将の愛称が付されている。 北海道大港鉄道の前身である、官営ホロ内鉄道が、1880年の開業にあたって、アメリカの HK ポーター社から輸入した、車軸配置2から6から0系のテンダー機関車の、形式 E の大枠や車輪など、輸入予備部品を活用して、自社工場で組み立てたもので、実質的に形式 E と同型であるが、上部に曲線を用いて、かまぼこ形となった。 運転台側窓などに独自の衣装が見られる。改装後の形式と同じく煙突は普通のパイプ型、煙室は延長された形態であるが、全部ハリに取り付けられた牛よけなど、アメリカ古典模式タイプである。設計は、記者係長の渡辺信次郎、制作の式は、手宮工場長の松井三郎によって行われたが、製作に関する詳しい記録は残っていない。 ただ、1895年や秋の完成までに10ヶ月を要したということである。夕張鉄道の建設工事に使用される本形式、1925年頃本形式は、終始、手宮近辺で使用され、早くに入れ替えようとなっていたようである。鉄道国有化を受けて1909年8月に制定された鉄道員の車両形式称号規定では7150。 型となった。1918年には、北海道炭鉱期船に払い下げられ、夕張鉄道の建設工事や、石炭採掘跡を埋め戻すための火山灰の輸送に使用されたが、間もなく旧車となり、1938年には、夕張鉄道継立駅構内の機関庫に留置されていた。その後の1943年、 同鉄道は金な変役内に設立された連炭工場で使用されることとなったが、1947年には再び使用が停止された。この間に手宮工場の名盤は失われ、蒸気ドームは不細工な形状のものに交換、炭水車も改造が行われている。小樽市総合博物館に保存されている本形式旧車となった本形式は道内に住む 鉄道研究家の小熊米親島崎栄一の人力により保存されることとなり、1954年に国鉄苗母工場で復元が完成した。同年秋には札幌市内の北海道大学植物園の一角に生態保存されたが、1962年に鉄道開業90年を記念して小樽市手宮に開設された北海道鉄道記念館に移された。 1964年に準鉄道記念物に指定され、2010年には鉄道記念物に昇格した。ありがとうございます。